近年、高度成長期に建設されたインフラや建屋など老朽化が進み、また世界では新興国を中心に旺盛なインフラ整備の需要が拡大しています。このような中、インフラの点検や整備に新たな技術革新が求められています。そこで鉄筋の非破壊探査をより手軽に正確で、そして安価にできる計測システムの開発に取り組んでいる若き研究者がいます。今回開発している技術は、コンクリートの湿潤状態や内部の空洞など結果に左右されず、排菌状況を瞬時に可視化する技術です。その仕組みは、鉄などの磁性体は永久磁石から漏れ出る磁界の磁束を吸い込む性質があるという基本原理を利用し、センサーと組み合わせた極めてシンプルな仕組みとなっています。これにより鉄筋のみを狙って計測し、鉄筋の破断状況も把握が可能です。現在、様々な現場でデータ収集し、使いやすさとより正確な診断へ結びつくようバージョンアップを重ね、センサーラインナップの開発にも取り組んでいます。ネド新領域ムーンショット部では、大学が有する研究シーズを産学連携を通じて将来の実用化、社会実装につなげる取り組みを進めています。官民による若手研究者発掘支援事業は、若手研究者のシーズと企業ニーズのマッチングを図ることで共同研究の実現を支援します。このような取り組みを通じ、次世代のイノベーションを担う人材の育成と新産業の創出に貢献していきます。千葉先生には永久磁石と磁気センサーを用いた非破壊鉄筋計測システムというテーマで若サポ事業を行っていただいております。先生の技術シーズを社会につなげていくにあたり、若サポ事業をどのように利用されたのか、ご経験等についてお伺いできればと思います。お久しぶりです。よろしくお願いいたします。私はもともとマテリアルサイエンスですとかナノテクノロジーの分野の研究をしていたんですけれども、そういった場面では高感度な計測技術というものが求められます。そのような中でですね、研究仲間からですね、その技術をぜひインフラモニタリングに適用してみないかというお話をいただきました。そこで研究してみたところ、非常にうまくいきまして、これは面白いことができるんではないかと思いまして、ネド若サポに応募させていただきました。いろいろな企業さんとつながりを持たせていただくときに、ネドさんのサポートが非常に手厚くてですね、さまざまな企業様と面談をさせていただくことができて、そこでさまざまなニーズを伺うこともできました。それは我々にとって非常に今後の戦略にとっても役に立つことでしたし、我々のようなこの分野での素人にとっては非常にありがたいものだったと思っております。例えば寒い冬の中での作業でしたりだとか、あるいは深夜作業、そういった現場の作業をですね、体験することができたというのは非常に良い経験になりました。現場で実際に作業したり、現場の方々の声を聞くことによってですね、もっと楽に作業ができるようにするためにはどうしたらいいかといったようなことも理解できて、今後そういったことも反映できるだろうなというふうに思っております。若サポ事業でこのテーマを開始された当初は、利用シーンをイメージするために現場に何度も足を運ばれたとお伺いしました。具体的なイメージを描けたことで、企業との連携や商品化への道筋が見えてきたことは、ネドとしても大変嬉しく思います。例えばこれは社会実装につながるんじゃないかなというような成果が出た時ですとか、あるいはまだ完全には具体的ではないような段階であってもですね、この事業を利用させていただくことによってですね、一気にその研究が加速するんじゃないかと思っております。ですので皆様もぜひこの事業にチャレンジしてみていただければと思っております。今後、誰もがより手軽に、より迅速に、精度の高い非破壊鉄筋計測システムで国内外のインフラ整備需要の急速な拡大の対応を下支えしていきます。学術分野の垣根を越えて、
これからも新しいインフラモニタリングのアイデアを提供していきたいと思います。ねど